おはようございます。本日のご予定をご連絡いたします。ガソリンへ向かう。以上、ご確認をお願いいたします。はい、どうも皆さん、こんにちは、ナナメです。今日もフリーダムウォーズやっていきたいと思います。今回、することはなんですけれども、アクセサリーさんがなんかシュールにガソリンに向かいますとかっていうことを言ってたと思うんですけども、ちょっと今回は別のことをしたいと思ってます。っていうのが、前回いかつい坂本さんが敵のトガ人から装備をいっぱい拾った方がいいとかっていうことを言ってたんで、前回行ったボランティア、この C-2-1号血類作戦、市民探索、敵のトガ人から市民を奪うっていうのを一人でやって武器を取ろうかなってやったんですけれども、これをプレイした方わかると思うんですけど、これ一人でやるとすごい難しくなるんですよ。っていうの、まあ何が難しくなるかっていうのが、まあ実際やっていって話していこうとは思うんですけども、とりあえず始めたいと思います。もうこの時点でわかるんですけれども、前回画面の左のところに、今斜めしか書いてないんですけれども。坂本さんと名前忘れたな、シャズなやつっていうことを言ってた若者と3人と、あとそれぞれにアクセサリーがいるんで 3×2 の6人でこのボランティア挑んでたんですけれども、なんと今回自分とアクセサリーの2人のみっていう風に2回目以降なります。で、何が難しいのかっていうもう一つありまして、自分は死んだ場合アクセサリーが復活してくれたり、時間で目的は逃げ遅れたシビリアンの回収です、復活するんですけど、アクセサリーが死んだ場合は自分が復活させないといけないんですよ。それがすごい、結局アクセサリーが死んでしまうと自分一人になって自利品になって負けていくっていうのですごい難しいんですよ。で、ちょっとこれをまあクリアできない人っていうのもいると思うんで、どうしたら一人でもいけるかっていうのをちょっとやっていきたいなっていうふうに思ってます。あー、全然当たらへん。早速死んじゃった。何が偉そうに解説しようと。ごめんなさい、ちょっと一旦もうやり直します。じゃあちょっと気を取り直してもう一回行きたいと思います。7大きい武器をね、振り回してたらダメなんですよっていうのは、ちょっと悪い例を見せてみたかってね。まずあれ、持ってるやつを銃で倒して、もう一人を銃で倒す。で、その指示は実行できません。アクセサリーに市民を運ばせようとする。その指示は実行できません。おいおい、なんで実行できひん。敵がシビリアンを奪取、護送機へ搬送しています。シビリアンを奪還してください。よし、で、わ、運んでくれてないな。アクセサリー何してんの。ジギリアンの搬送を開始します。うん、頼むで頼むで。ジギリアンの搬送を開始します。アクセサリーのシビリアンの搬送っていうのを使って、敵のシビリアンを奪取、護送機へ搬送しています。シビリアンを奪還してください。できる限り2人護送機にシビリアンを搬送してください。同時に搬送する、これが一つのポイントなんです。っていうのも、こちらが一人を奪還すると、敵が、まあ、いわゆる本気を出してくるんですよ。本気を出してきて、
すごいまた難しくなっちゃうんで、まずで、もう一人は近くまで持っていったら、近くで降ろしてアクセサリーに任してあげる。するとここにシビリアンが枠にで、こいつを急いで持っていく。指示を続行、敵がシビリアンを奪取、護送機へ搬送しています。シビリアンを奪還してください。たまに急いでね、 B ボタンで走って壁にぶつかるとこうなるんでね、あんまり皆さんは真似をしないように。うんね、でこれで護送機にシビリアンを搬送してください。ね、安全なところまで来れるっていうわけで、まあ、これすごい簡単にやってるように見えるんですけど、あの実際持ってる方やってみてくださったら分かると思うんですけど、ものすごいシビアなんですよ。なんか自分が奪いに行ってる間にアクセサリーが死んで、それを回復しに行ってる間に敵にシビリアンを運ばれていって、敵にシビリアンを略奪されました。それに対応しに行ったら、もう結局だんだん敵はもう何体でも復活してくるんで、だん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 自利品になって負けてしまうんですよ。でもう最後の一人になったら、もうこれ以上シビリアンが湧かないんですよ。でその状態になったら、この自分の陣地の目の前に、おお、シビリアンを置いといて、こいつを餌に敵をする。でそれにかかった敵を殺していって武器を奪うっていう。もうこうでもしないと、ほんと敵の、ほらもう敵も目の前に湧いてくるでしょ。 おかしくないっていう、本当に。とまあこんな感じでね、武器を集めることができます。まあこんなところでね、ここまでして武器を集めなくても、だんだん進めていけば全然もっと強い武器は手に入るっていうのは分かるんですけども、まあなんかね、とりあえずクエストが出たら一人で一回はクリアしてみたいって思うじゃないですか。それをね、そう、あまり深く考えずに戦うと全然勝てないんで、このボランティア。そういうのも含めて、こうやったら攻略できるよっていうのをちょっとお伝えできたらなと思いまして。はい。で、ほら、今回、まあ、数分、5分ぐらいかな、まあ戦ったんですけど、こんな感じに、うん、たくさん武器が取れましたね。うん、お望みの槍もね、僕欲しかったんですけど、レベル希少度3の槍も手に入ったんで、まあすごく良かったんじゃないかなと思います。
あとはまあいらないね、納品しようかな。どこかもったいないしね、これもらおうがもらわないが、このレベル3をもうパクってる以上、あれはあれ横領はね、横領なんで、うん、もらえるだけもらっときましょう。はい、うん、とまあ、うん、こういう感じでね、今後もちょっと番外編、今回もね番外編っていうことであげよう、あげてあるんですけども、このような一人でやるとちょっと難しいなっていうクエストっていうのが、ボランティアですね、出てきたらまたその都度都度ちょっとあげていく、全部あげるとまあ数も多いかなとは思うんで、まあ、もしあげた方がええっていうんだったらあげることも考えますけども、まあ難しいのだけでもちょっとこういう攻略法的なものとしてね、上げていけたらなと思います。ではそれでは今日はこのあたりで、皆さんありがとうございました。またよろしくお願いします。ではでは。